今 MC のテストやってます。二巻在宅ダメージ。あ、ピーマン。そういうことじゃない。そういうことじゃない。まさかの質問だから。全然予想もしないところ角度から来た。本当に。そう、人の性格が分かるんですか。いや、なんかその変わった質問をした方がいいっていうから。確かに変わってる。相当変わってますね。面白いな。新しいスタイル。え、どれくらいの頻度で脱木されてますか。脱木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 何それ。脱木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 哦，你也不知道为什么，我也不知道为什么，对，我也是最近才知道这个事情。我立马学了，对，それはちょっと言えないですね。言えないですか？まあカメラ回ってない時は全然言えるけど。他叫 Yuki， 既是本期的主人公，也是节目组瞄准的主持人候选之一。哇，めっちゃ割れてるじゃん。なんだよ。俺絶対脱げない。絶対無理。何もないです。他一直说必这个主人公必须要亮叔，亮叔很好。我现在才明白了他的战略，因为只拍他的话，展现不出来他的帅，对吧？这个把我害死，对吧？就为了这个效果。把我带到这个这么远，不是这个意思，因为你的主持能力特别好，所以才带你过来。为了考察 Yuki 的主持能力，节目组决定给他一次特别的测试。Yuki 究竟能不能胜任我住的主持人呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地？一定有着很深层的理由。你知道他吗？知道，认识。东莞第一帅哥。东莞第一帅哥。那我们俩的话，谁比较帅？他是大哥哥的感觉，你是弟弟的感觉。哦，谢谢。乾杯，小小。乾杯。結構遊んでるでしょ。全然全然そんなこと。結構。相当遊んでるでしょ。めちゃくちゃ遊んでる。めちゃくちゃ遊んでる。不是好东西。所以你在中国待了多久？11年过来的，所以已经待了十二年，哇，比我长哎，是比你长哦，对呀，没关系啊，最初とか贵州，23歳の時なんで贵州にいきなり行くの、意味が全く分かんない、これでしょ、そうですね、ほら、すごい、これ、这什么、中国人不是这样做的、女の子でしょ。これを追って来たんですか。まあそんな感じですかね。はい。でその人と離婚したんですか。あ、そうです。ごめんね、いきなり。あ、いいえ、全然。いきなり確信ついてごめんね。すげえ若気の至りですね。めっちゃ、もう勢いで来たみたいな感じだ。あ、そうですね。もう完全に。来中国前的 Yuki 曾是一名消防员。2011年跟随前妻来到中国。虽然10年后离婚了，但他没有选择回到日本，而是进入东莞的一家玩具公司工作，目前已经是销售部门的负责人了。じゃあ別にもう奥さんと別れたんだったら、まあある意味別に日本に帰ってもいいわけじゃないですか。まあそうですね。ね。っていうかまあ帰る気はないですけど。あ、帰る気はないんだ。はい。こっちの方が居心地がいいというか。和 Yuki 见面前，节目组并没有告诉他想让他做主持人的计划。Yuki 会有什么样的反应呢？你有没有兴趣做主持人？
做主持人。主持人有没有？做太累了，很想。想吗？很想。啊、是吗？但是没有这个能力。不能力。你觉得做主持人需要什么样的能力？首先，他表达能力要很强，对，然后逻辑思维也好，还有他的一些知识方面，然后说话还要有梗。要有梗啊、哦！对，对的哟。好懂，比我懂啊！我没想，没想过而已。没想过这个问题。周围没有问题，所以我们昨天商量有没有可能让你试一下。玩一下，玩一下可以，玩一下可以，玩一下可以，玩一下他肯定可以搭上女生，搭上女生肯定可以，绝对可以，他是高手。主持人能力大测试开始，能不能问得出来让他为难的问题？体重何 kg ですか？60。身長は？160。一緒じゃないですか？そんなことないよ。2センチ高いですね。170なんで。それはあれですか。靴履いて170とか。ああ、いやいや、靴履かなくても170ですね。唯一のコンプレックスっておっしゃってますもんね、身長が。うるせえな。うるせえな。他にないですか、コンプレックス。え、別に身長も別に大してコンプレックスない。168でも別にいいんですよ。ネタにしてるだけなんですね。コンプレックス、昔は学歴はコンプレックスでしたね。昔はね、大学出てないんで。あ、僕も出てないです。はい。だけどもう全然、もう今は全く。まあやっぱそれは自分に自信がついたからだと思うんですよ。おっしゃるように。その学歴はなくて、で業界に入った時も、はいはいはい、俺だけあのコネ採用入ったんですよ。はい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 。それでみんないい大学の人たちばっかりで、すごいコンプレックスでしたね。でもそれで何くそうと思って、まあ、頑張って、まあ、上にっていうかディレクターになっていって、自分に自信がついてからはもう別に全然あ大学出てないっすって普通に言えますけど、昔はあんまり言いたくなかったですね。引き出したよ、ちゃんと。もうすごいですね。すごい、素晴らしいじゃないですか。すごい。所以你觉得他适合吗？挺好的呀，我觉得。虽然亮叔对 Yuki 的采访能力很满意，但要做好我助的主持人可没那么简单。昨天你试着采访了我跟朱内亮，我们俩知道这个目的，我们是配合你的嘛，所以我们觉得就是采访一个别的人。一开始不要那么难，不是完全你不认识。你有没有想到有谁？有啊，我们公司。谁？我们公司那个小林。他是什么样的人？很特别的一个人。很特别的。那你联系他好，现在吗？嗯。頑張ってください。あ、もしもし。後で行ってもいい？家に。六時。あ。七時。そういうことで、また後でお願いします。はいはい。然后因为你去过他们家很多次嘛，对，这次去就是就给你的任务是要发现你之前没有发现的东西，比如说你想了解他的恋爱故事，发现了一本书，上面写的是爱情是女人的死的。こういうところでちょっと，然后其他你感兴趣的也可以问。OK。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい。三。大家好，我是 Yuki， 我现在这个位置是在东莞，我来中国12年，然后现在去拜访呢，也是住在东莞的一个日本女生，可以了吗？めっちゃ緊張してたみたい。やばいでしょ。すごいっすね、竹内監督本当に。对，因为这个看起来很简单嘛，但其实真的镜头对着的时候就会很紧张。对。なんか今頭真っ白。虽然第一次主持的 Yuki 显得格外拘谨，但这并没有影响他调皮的一面。好机灵。来来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 来
どうもお邪魔します。どうしました？他就是我说的传说中的神秘女生。どこが神秘ですか？日本人ですか？はい、日本人です。お、中文めちゃくちゃ標準です。めちゃくちゃ標準でしょ。哦，看到没有？这么多名牌的手表。哦，他不仅中文很厉害，日语、中文、英文、粤语、上海话。你用每一个语言，然后自我介绍一下。哦。出身はどちらですか？日本の。出身は神戸です。いつから中国にいますか？1986年からいます。你的父母是哪里人？我爸爸是日本人，我妈妈是日本和新加坡的混血。阿拉爷娘在了干什么？听不懂。What are you doing here? I'm doing the trading company here, and we are selling the toys to Japan and overseas. 之前是做什么行业的？之前做旅游做了十几年的。なるほどね。Yuki 运用从节目组那里学到的技巧开始挖掘。你在香港有房子吗？没有啊。真的吗？没有啊。我干嘛会有房子？我哪里有房子？怎么可能有房子那么贵？因为我没有存钱的习惯。因为钱存下来怕将来没命花。所以你的人生格言是活在当下。对。这一点我很欣赏啊，因为我也是属于这种类型嘛。但是唯一跟他的区别是，虽然他不存钱，但他很有钱。不知道他为什么一直在隐瞒这个事情啊，不想让大家知道他有这个不动产的事情。为什么？没有，我都说没有了，我都跟你说，我日本有一套房子而已。为了证明自己的观点 ，Yuki 开始寻找证据。这是客人用的。那过来。这是鞋子上的配件，我洗鞋子的时候摘下来。我以为是金子。Yuki 现在想证明的点是你是个有钱人。对。他在寻找各种可以证明你有钱的迹象。什么都没有。没有啊，一进来那个玄关那里就已经证明他有很多名牌的手表，是吧？刚才拍了吗？拍到了。我一个都没有。好了，那你过来。导游证。看到没有？すごい。还有导游证。哇，真的，你不给我看名字的话，真的不相信是日本人的感觉，真的是日本人。这是去旅游的时候拍的，很多国家的。对。是耶，スペイン、イタリア、イタリア。什么？すごい。旅行用の。なんか入ってるし、思った。何これ、いつでも。何も入ってない。逃げよう。これちょっと怪しいんじゃない？これちょっと怪しいんじゃない？何が？これ。どうぞ開けていいですよ。猜一下是什么？猜一下。我觉得应该有金子在里面。Yuki现在最想做的就是证明他有钱。ほら。没有金子，哪有金子？まあこれさ。いいのかどうかわかんないけど、ほら、看到没有？这不是金子是什么？都是他潜伏中、潜伏衣、潜伏在纪念品呢。很呆个。测试的最后一个环节。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。那最后再问你一个问题：你住在这里的理由是什么？方便。方便。很方便，我觉得这里。哪里方便？怎么方便？去买东西都方便，上下班方便吧，最主要是。不是说你住在这个这个小区的？他理解是住在这个公寓的。不好意思，就是住在这个东莞这个城市的理由。理由。对，你可以选择是吧？之前在香港可以大城市上海啊、北京啊、深圳啊这些。在这里的话，可能就是生活的水平可以比在其他地方要好一点，同样拿的一个工资。对，然后可能去香港、回香港什么都方便嘛，还是方便，还是方便是吧？因为现在有高铁，高铁可以直接去香港嘛。
じゃあまた明日。また明日。お疲れでした。お疲れでした。好玩吗？不太好玩。カメラが回るとなんかもう緊張しちゃって。就是试完这一次，你还想做 MC 吗？ないかな。今は。なるほどですね。彼女ですら。めちゃくちゃ慣れてる彼女ですらなんかうまく聞き出せない聞けない。じゃあゆきに聞きたいんですけど、はい、ノリで今は向いてないと思ってるんですけど、もしファンの中にすごく人気になったら、だったらいけるかもしれない。如果喜欢ゆき想让ゆき做主持人的话要多要说出来。お願いします。最後の質問ですけど、あ、まだあるの、はい、ここに住んでる理由は何ですか？あ、そこか。理由はね、いや、すごく簡単で、まあ一番の理由は仕事、まあやっぱ社長の魅力ですかね。いろいろ助けてもらったし、恩返しをしないといけないなっていう気持ちはあるんですよ。今の社長、まあ中込さんなんですけど、僕のもう本当に憧れの存在であって、できればそうなりたいなっていう。そう、頑張ってください。はい。はい、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。令 Yuki 无比崇拜的老板究竟是位怎样的人？欲知后事如何，请看下集分享。あ、いいですよ、サーフィンもあるんですか？はい、いいですか？はい、片付ける。はい、はい、はい、我把你们藏一下。那你现在对这公司有些什么不满吗？比如呢？他微信的那个什么名字？名字就叫还没有叫的大鸟。我是问。老板是什么样的人？完美的人。完美的人？哎呀，そんな人いないよ。すげえ。Oh my god，这个原来是你们做的。是的，是的。哦，そうなの？不好意思，我的私信一定要拍一个进去。拍过。他不知道拍什么。我拍谁？告诉我。興奮してしまった。有点兴奋了都。都是授权的，是没错。因为是我们怎么谈的这么多，对呀，怎么谈出来？すごい、素晴らしいです。本当に素晴らしい。